はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせて、こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日2023年5月11日、木曜日でございます。地震ありましたね。はい、朝びっくりしました。ブーブーって久々に聞きました。先日ね、石川県の方でありましたけども、関東でも地震があって、まあ、いつでもこう出てくるんだなというところで、本当備えはしていただいて、その、まあ、将来に対してですよね、だから本当に、備えはした方がいいなというのを改めて感じさせるところなんですけれども、将来の備えというところなんですが、話は変わりまして、今回サニージャーニーの話になります。はい、とサニージャーニーと、あとそれに合わせてなんか押川石願望祭チャンネルって出てるんですけども、まあ、その2つについて今回お話をしていきたいと思います。で、まず何かっていうとですね、まあ今、サニージャニーがまた動画を出して、海外編のフランス編ですかね。海外部門フランスかみたいな感じで、まあ、ね、だからサニー、株式会社サニージャニーの、海外部門、フランスか、古城巡り係です。はい、今回は。はい、そういう話です。あ、パリ係でもいいかな。はい。で、まあ、結論から言うとですね、まあ、ものすごい体力なんですよ。水木さんが。まあ、だから、その体力があることに関しては、まあ、喜ばしいことなんですけれども、改めて、これで、ね、ちょっと私は結構びっくりしたんですよ。うん。びっくりしたんですよ。本当にびっくりしたんですよ。これ、時系列で話していきますので、よろしくお願いします。その内容っていうのが、まず、この海外編っていうのがどういう風になってるかというと、まず出発編です。で、フランス到着、パリ。ですね。パリ食べ、食い倒れ編。で、3本目なんです。これは何かって言ったら、古城巡りって言って、で、ここでトラブルもありましたっていう風なところの3つ目なんですけど、じゃあこの動画ってどういう風な構成になってるかっていうとですね、まず、おはようございますって2人が出てくるわけです。で、暗いんですよ。暗いっていうのは2人のテンションが暗いとかじゃなくて、画面が、まあ、まだ早朝なんです。だから日がね、そんなに昇ってないんですよ。うん。サマータイム、ん？サマータイムなのか？まあ、日が、まあ、昇ってなくて、なんと朝6時半なんです。6時半。日本で6時半って言ったらもう今だったら5月なんてもう全然明るいんですけど、まあ、向こうはね、まあ、当時それ多分3月の下旬、もしくは4月の上旬っていうところで、まあ、暗いわけですよね。うん。で、今6時半ですって。で、その日、5時起きなんですよ。いや、すごくないですか、まず。うん。で、バスツアーのために、早起きしてるっていうことで、で、今回はツアーにしましたと。まあ、遠方なのでっていうことで、で、高速道路に乗るぐらいの、この遠方なんです。で、そこで3つの城を巡るんですね。で、それが、3つ、その、まあ、古城巡りっていうところで、城の名前がね、まずね、シャンポール城、フランスの世界遺産ですね。で、2つ目が、ここで水木さん踊るんですけれども、シュノンソー城です。はい。で、三つ目ですね。これがシュベルニー城なんですよ。はい。で、まず一つ目の、このシャンポール城に到着しますと、水木さんね、なんかもぐもぐ食べて歩ってるんですよね。うん。で、あーすごいね、鳩飛んだよ、なんつってね、やってるんですけど、まあ、鳩飛んで、うわーすごいねっていうのはちょっと、まあ、まあ別に偏見じゃないですけど、鳩飛んで喜ぶのってさ、まあまあいいんだよ。別に、ただなんか鳩飛んで喜ぶのってマイク・タイソン、くらいかなと思ったんですよ。その時別にサッターボクシング好きなだけなだけで私がね。でだからマイク・タイソンってハト飛ぶと喜ぶじゃないですか。ハトすごいな、つって。で、そのシャンポール城で、まあ、それを見学するわけですよ。で、まあ、城、古城なので、でかい、大きいわけです。かなり広いです。敷地は広いです。で、そこ歩ってるわけです。いいですか？朝5時半起きで、あ、5時起きで、6時半出発で、まあバスの中でね、まあ座ってるんですけれども、そこで歩きます。で、階段も登りますと。うん。で、それでまあ結構な距離、歩くわけですよ。で、まあ、水木さん主体な動画で、映しながら、まあちょっとここガーって撮る。ガーって撮るというところです。で、そして二つ目の場所なんですけれども、これがシュノンソー城なんです。うん。で、シュノンソー城に行くまでに、この、緑のこう並木がある通りを歩いていくんですけど、まあ、これも結構な距離なんですね。ディズニーランドの、目測ですよ、これ。目測なんで、正確じゃないんですけど、ディズニーランドで、シンデレラ城まで、入り口からシンデレラ城まで行くじゃないですか。あの距離、だからあそこまでは遠い。まあ、でも、そのぐらいあるかなってことです。ワールドバザールを過ぎて、で、広場に行くじゃないですか、広場に。で、そこから、
まあ、シンデレラ城に行くまで。まあ、そのぐらいのなんか目測はあるんですよ。で、ここは歩ってきます。そして、お城をこう、また歩っていくわけです。中を。で、そして、舞踏会場があるんですよ。長い廊下のところで。で、そこで水木さんが唐突に踊り始めるのよね。こんな感じかなとか言って。ですね、水木さんの声がちっちゃくなったかなと思ったら BGM が入ってね。これ多分ね、こうちゃんがね、渾身の、多分水木さん、一番ここの旅で、一番輝いてるって入れてくれたんじゃないんですかね。まあなんかよくわかんない BGM とともに、水木さんがバレエだな、あれで、ね、ダンスというか。こんな感じかつて。で、子供が歩いてくんだよ。向こうから。で、子供いるよってこうちゃんが言ったけど、スーンとか言って、フルーンとか言って、なんか、かわすんですけど、これさ、本人たちはさ、なんか楽しくやってるかもしれないですけど、ね、他の国からさ、まあいろんな国から来てるじゃないですか、ああいう観光地って。ね、しかも遺産なので。で、そうするとさ、なんだかよくわかんねえ、なんか東洋人が踊ってんなって思う。思うんじゃないかなと思ったんですけど、決してね、優雅ではないわけですよ。別に水木さんが優雅じゃないとか、そういう話じゃなくて、服装が、まあ、要は、そういった外出する服装なわけで、ドレスとか着てるわけじゃないんでね。で、水木さん、踊ってる本人はさ、気持ちよく踊ってて、頭の中ではドレスの着てる気分なのかもしれないんですけれども、とはいえ、まあ、普段着、カジュアルな格好で、踊ってる人がいるな、みたいな。しかも子供が歩ってくるにもかかわらず、なんか踊り始めてる、なんか、日本人とか東洋の人だな、みたいな感じでやってるんですね。踊ってるんだよ。踊りって疲れるよ。本当に。で、そして、そこでお昼をとる。で、40分で、食事をするっていうところなんですけど、まあ、この構図もね、まあ、いつも通りの、あれです。前回、出させていただいた、この構図です。はい、この構図。二人が食べてます。で、今回は、正面向いてます、二人で。前は、向き合ってた。この構図、これ二人向いてて、こう、カメラが、こう、撮ってくるってね。で、この構図で、シャサ食べてると。で、この景色が、いいんだよねとか言って、景色を、ちょこっと窓からの景色を映すんですけど、まあ、一瞬なんですよ。で、一瞬映して、また二人の構図になるんですよ。で、それで、この食事のやつが、パーって出るんですよ。パーって出るんですけど、内容が何もないんでね。で、それで、また食べてて、この食べ物があって、また同じ食べ物の構図がまたピーって出てきて。で、その後に、シュノンソー城を終えて、シュベルニー城に、移動するんですよね。で、ここもね、やっぱね、広いです。やっぱそれなりにさ、お城なので、まあ、かなり広いんですよね。で、まあ、例えばシャンポール城って何かって言ったらですね、まあ、これ、まあ、ロワール地方の中心地、トゥールからね、東約80キロのところにあるっていうところで、ロワール地方最大のスケールを誇る城下。まあ、だから大きいんです。1519年に、建てられて、狩猟の際に滞在する場所ということでね、まあ、かなり、でかい、大きなところが、建てられたというところなんですけれどもね。で、パリの、モンパルナス駅から TGV で約1時間20分トゥールでミニバスツアーを効率よくみたいな、まあ、ちょっとね、情報が出てるところもあるんですけれども、シャンポール城はですね、広いです。で、そこをね、なぜかったら、古城の中で最大規模を誇り、高さ56メートルです。56メートル。で、幅156メートル。で、426もの部屋を持つ壮大な城で、階段の数は83。確か日光のやつが100段階段とかあったかな。暖炉は282ですね。すべてが桁外れです。はい。で、まあ、そんな大きなところを、こう内部をね、こう見ていくわけなんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチが設計したと言われる螺旋階段があったりとかって言って、まあ、要は、最大規模のところなんですよ。それを見学したんですよね。その後に、シュノンソー城です。ここはですね、フランスのロワール地方の中でも、1、2の人気を誇る、争う屈指の名城です、というところなんですけれどもね。まあ、ここもね、かなりね、大きいわけです。だって、ダンス、舞踏会できるくらいの、大きさがあるので、まあ、かなり大きいわけですよ。庭園もありますからね。はい。で、ここを終わった後に、さらに、シュバルニー城に行くというところです。はい。で、これ14世紀からね、はい、出てきたところなんですけれども、まあ、これもかなり大きいというところで、で、この3つ行ったんです。これ3つ行ったんですよ。
見てたんです。で、ここまで一旦押さえといてください。はい。で、と、で、そして、それ終わっ、その城、古城巡りが終わった後、高速道路の、今、バスが壊れました、とかっていう二人のこう出てくるんです。画像が、動画が。で、何かって言ったら、なんか、オイル漏れかなんかなのかなって言って、高速道路に止まっちゃってるので、別のバスが到着して、そこ高速道路を歩って、バスに乗り換えて、ホテルに帰ると。で、この後実は厄介事が待ってますっていう風にこうちゃんが言うんですよね。うん。で、帰ってきて、いきさつを話しますと。で、このいきさつを聞くと、びっくりするんです。ね。おさらいしますよ。おさらいします。まず、海外編出発。新千歳空港を出て5時間。香港。すいません。前回の動画で、私、韓国って言っちゃったんですけど、これ、香港で言い間違いです。香港5時間です。で、香港からパリ、フランスですね。ごめんなさい。フランスまで、15時間です。途中大雨で1時間滞在したので。15時間、エコノミーです。合計20時間の空の旅です。そして、時差は7時間。で、到着しました。で、そして民泊、あれじゃ民泊ですよね、民宿。うん。で、はい、到着しましたって言って、ここで一泊したと思ってたんですよ、私。うん。違うんですよ。そこから到着して、初日が観光っていうことで、クロワッサンを食べ、レストランで、フォアグラのステーキと、カモステーキですよね、とか出たりとかして、あれレストラン行って、で、その途中チーズもありましたよな。で、その後ピエール・エルメのコラボカフェで、あそこで、巨大なマカロンを食べ、そして凱旋門に行ったの。もう、ここで日中終わるじゃないと思うじゃないですか。ここからが続くんですよ。今回の動画でびっくりしたのは。何かというと、まず5時半に起きた、あ、5時に起きた、5時起きですっていうのは、ここで一旦その凱旋門の前日の動画あるじゃないですか。あの後に、ホテルに帰ってきたら、帰ってきて、そしたら、こうちゃんは、疲れてヘトヘトで寝ちゃったんですって、ベッドで。うん。して、夜中に水木さんが、ある時浮かない顔してたんだ。あ、それは違う。浮かない顔してたのは別だ。これはあんただよね。クラファンの話ですよ。クラファンの話です。こうちゃんって起こしたんだって、こうへくんって、こうちゃんって。うん。何かって言ったら、水木さんが、ドライヤーとシャワーを使ったら、なんか電気が止まっちゃったと。で、真っ暗になっちゃった。で、どうしようもなくて、全部、ブレーカーも全部オンになってて、オフじゃなかったと。じゃ、どうしたらいいかっていう状態で、真っ暗な状態で一晩を過ごしたらしいんですよ。で、お湯も水になっちゃったと。で、翌日、こうちゃんはこうちゃんで、頭が痒くなってるからっていうことで、水でも洗えばいいやと思って、シャワーを使ったら、お湯だったからよかったということなんですね。で、そこでこうちゃんが言うんですよ。これまだ、一泊目なんですって言ったんですよ。すごくないですか？だから。いいっすか？凱旋門行った後は、あの後、あれで終わりじゃなかったんです。あの後、まだ日があったんで、夕飯とか食べますよ、そりゃ。で、こうちゃんですよ。こうちゃんがヘトヘトになってベッドに寝ちゃったんですよ。こうちゃんがだよ。こうちゃんだよ。水木さんじゃないよ。こうちゃんがヘトヘトで寝ちゃったんです。そこで、女性っていうのもあるんですけど、水木さんは当然シャワー浴びますよね。化粧も落としたいし。で、やったら、水になっちゃったと。で、これでさ、水になったとかですぐ諦めついて、寝るかったら、寝るかもしれないんですけど、多少はちょっとあれだと思うんですよ。で、寝て、で、5時起きなんです。で、5時に起きて、で、携帯の、このスマホの電気とペットボトルを使って、で、化粧をしたと。この化粧が今の状態ですってやってるわけですよね。で、そして、その状態でこの古城巡りして、帰ってきたのが9時。今9時ですって言うんですよ。うん、そして、そこから、で、そこでね、いろいろこうやりとりをしたらしいんですよ。その間に。その電気関係で。で、復旧して、今は復活したと。いうとこで、で、今9時なんですけど、この後夕ご飯を食べに行きますって言うんだよ。凱旋門の時に、水木さんの体力を考えて登りませんでしたって言ってるんだけど、その後何があったかは映ってないわけですよね、その後は。うん。映ってなくて、朝5時で、5時起きで6時半にツアー出発して9時に着いて、てか夕飯ってさ、結構もうちょっと早く食べない？海外旅行だからっていうのは、わかんないけどさ、もうちょっと、
早く食べると思うんですけど、まあ、夜9時にそこからさらにご飯食べる。で、これ、まだ、海外編って言って始まってまだ3日目なのよ、これ。3日目だよ。まだ、希望のフェルメール展まだ行かないんだよ。まだフランスなんですよ、これ。まだフランスなんですかね。まあ今はもう帰ってきてるから無事だからさ。でもすごい体力じゃないですか。こうちゃんがヘッドヘッドで倒れてんだよ。で、途中、階段登るとこで、はぁ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 水木さんが言うんですけれども、そこでちょっとこう字幕でね、入るんですよ。抗がん剤で一週間寝たきりとか過ごすので体力が落ちるっていうことを言ってるんですけど、体力落ちてる人の体体力じゃないぞ、あれ。普段ベンチプレスとさ、なんか、スクワットとさ、デッドリフトとかやってるぐらいな、なんかそういうなんか、そんなレベルの体力じゃないか、あれだと。っていう風な、まあだからまあまあ、でもタフなんですよね。タフなんですよ。うん、タフなんです。さすが水木さんなんですよね。で、ただこの、プラン立てたのは、水木さんがね、立ててると言ってるんですけれども、どっかでさ、いや、そんなタイトなスケジュールとかだったら、大丈夫かって、止めないんだよな。止め、大丈夫、大丈夫って、やるんだけど、すごくないですかね。もう一回改めて言うんですけど、水木さんは、膵臓がんのステージを転移だよ。転移してたステージ4で、11月の時点では、治療しなかったら余命4ヶ月で、治療した場合早くて6ヶ月、ね、延命治療して 2年って言われてた人なんですよ。まあ、ここが、功を奏して、フォルフィリノックスが功を奏して、回復して、で、今行けてるっていう風な話なんですけど、ここで、はい、次なんです。がん防災チャンネルなんです。押川先生が、ここでまあ、ここと同時期に出してるんですよ。うん、内容はね、なぜサニージャーニーの二人が海外旅行に行けたかの解説って言って、医学的な要点をということで、専門医が解説っていう内容なんです。こうなったらさ、もう医学的な話として、水木さんがなぜ行けたかっていうのを知りたいじゃないですか。水木さんの体力がどういう状態で、フォルフィリノックスはどういうふうに効いて、で、水木さんの詳しいそのね、まあ、体の DNA がどうでとかさ、フォルフィリノックス療法の、副作用っていうのは、こういうタイプの、例えば血液型がいくつでとかさ、ね、遺伝的なこういう遺伝要素を持っていれば、副作用が少ないタイプなんだとかさ、そういうのを期待してみるじゃないですか。だって医学的な専門医が解説だからね。専門医が医学的な観点で解説するんだからね。で、蓋を開けてみたら何かあったら個人差があるんだよ。え？え？で、治療がうまくいってるっていうことで、お話になってくるんですけど、で、最初のさ、解説のとこで何が出てくるかって言ったら、まずバイアスがかかると。で、何かあったら、この抗がん剤治療において、まあ、その治療がうまくいってる人っていうのは、情報発信をするための動機がないって言ったの。で、じゃあ逆にうまくいってない人たちっていうのは、情報発信する動機があるから、そこで、その変更バイアスがかかるって言ったんですよ。言ったんです。これさ、ちょっとさ、がん防災チャンネルの押川先生に、まあ、この後ライブやるとかって、13日ライブやるとかって言ってるんですけど、私全然見る気はないんですけども、それだって仕事なのでね、明日もね。明日、明後日も仕事、明後日は仕事じゃないか、明後日そうライブやるんだよね。ただ13日出かけるんだよな。明後日は明後日出かけるんですけれども。なので、まあ、見る気はないんですけれども、そもそも多分見ても当てにならないと思うんで、なんないですよ。だって今回の動画でもこんなこと言ってんだもん。でそもそもさ、この押川先生ってさ、そのサニージャーニーの水木さんの主治医でもなければ、カルテを見たわけでもなくて、治療も何も知らない状態で、なんだかよくわかんないところからこう話してるわけじゃないですか。うん。だから、ライブやったところで、その質問したところでさ、水木さんのさ、ことをさ、見てないんだからさ、帰ってくるわけないじゃん。答え、前、明確な答えが。結局、水木さんの場合は、まあ、こういうふうな、ことも考えられるかもしれません、みたいなね。じゃあ実際は何なんだよって話だから、これ見る意味ねえなと思ってて、見ないです。うん。見なくて。で、そこで、ちょっと話戻すんですけど、抗がん剤治療とか、がん治療、がんサバイバーの人たちってどういう風にブログなり、動画を出してったりする、情報発信するかって言ったら、がんになりましたと。今こういう状態ですと。で、これから戦っていきますみたいな感じ出すので、初期から出してするじゃないですか。そうすると、
良くなったか悪くなったかとかっていうのが分かんない状態で途中経過を出していくわけですよ。うん、なので、こうそうした、要はうまくいってるかどうかっていうのが分かんない状態から出してるわけで、だから治療がうまくいってる人は情報発信する動機がないって言ってるのはこれ当てはまらないでしょ。だって、うまくいく前から出してんだから。悪くなってくか前から出してんだよ。その経過を出してるんだから。ええ。でしょ？うん。じゃあ、もう一つは、治療がうまくいっている動機がないってこと。これが合ってない。合ってない。治療がうまくいったんだっていう風に出してる情報は山ほどあるのよ。世の中に。なんだと思います？健康食品です。と、あと、自由診療。山ほどありますよ。で、それで引っかかって詐欺とかに引っかかるっていうことが出てるわけじゃないですか。だからそれを、その自由診療とか気をつけてくださいねっていう風なのが、警告として、別の YouTuber の人とか、そのお医者さんとかが、てか医師会とかが警告出すわけですよね。これは詐欺ですって。で、じゃあ仮にうまくいってたとしたら、それは標準治療がうまくいってて、この健康食品が意味があったものじゃありませんっていう風に、やってるわけ。これ、結構ね、昔で言うと、アガリクスだけってあったじゃないですか。アガリクスだけっていうのが、要は免疫が強くなって、癌に効いてくるっていうね。あったんですよ。そういうキノコが。でも今全然見ないですよね。うん。なんでかって、あれって、まあ一応、一時的に免疫力を上げるらしいんですよ。ただ、なんか栄養枯渇現象って言って、体の栄養素を全部、だから使い切っちゃうみたいな。で、結果的にね、がん抑制にはね、効果がないっていう風にされたようで、で、今は全然出てこないんですけれども、キノコの味ですよ。本当キノコなんて、椎茸みたいな味するんですけどね。で、それで、がんが小さくなりましたとかさ、そういうな、柿エキスとかさ、こう、いろいろあるわけですよね。うん。あとはなんか、あれどうなったんですかね？高濃度ビタミン C 注射。やるみたいな言ってたじゃないですか。で、そういうところ、何々で、これのおかげで、癌が小さくなったとか。で、むしろ、治療がうまくいった方が、発表する動機ってのは、ありますよ。だって、売れるもん。例えば、本人が情報を出さなかったとしても、その、周りが出したがりますよね。だって、自分たちが、やったことによって、癌が、治ったって言ったらさ、癌患者さんってのは何がしたいかって言ったら治したいんですよ。悪くなってる人を見て自分も頑張ろうね。要は、癌治療を受けて治るための方向に向かっていく過程を見て自分も辛いな。でもあの人も辛いな。でも頑張ってんだから頑張ろうって気持ちになる人はいっぱいいます。と同時に、自分が悪くなるんだっていうふうなことよりは、これをやれば良くなるんだとか、楽しめるんだっていう情報が欲しいから、そういうのを見るわけじゃん。がん情報っていうのは。がんサバイバーの人たちの情報を見るとそういうことなんですよ。こう、波があるわけじゃん。いろいろ。それを、いろんな自分、例えば治療によって個性があるって言うんだったら、なおさらなんですよ。私はこういうタイプです。あの人はああいうタイプです。あ、自分はあの人に、例えば血液型が一緒とかだって分かりやすいじゃないですか。A 型の人だな、私も A 型だ。だからあの人参考になるのかなって言って、だからがん情報を藁にもすがる思いで見てくんですよ。うん。ね。で、それで、あ、自分はじゃあ、タイプが違うなと年齢が遠いなとかさ、男性だとか女性だとかさ、まあ、いろいろあるわけじゃないですか。30代の人が、ね、60代の人のを見ても、でも年齢が違うなってあるわけですよね。それは30代の人からすれば、水木さんも32歳だから、同年代だから、見ようってなって、じゃあ、この人ってなんでこんな元気なんだろうなって思って見るわけです。うん。で、どういう治療をしてるんだろうなって見たら全然遊んでる動画なんだよな。という状態の時に、じゃあなんでサニージャーニーは、海外旅行に行けたのかってものを動画で出されたら絶対見に行くじゃん。まあ、絶対とは言い切れないか。でも興味ありますよね。ああ、私も32歳だ。水木さんも32歳だ。同じガンだ。でもあんなに動けてる。何やってんだろうなって毎回動画を見れますよ。見ました。で、そのタイミングで、サニージャーニーはなぜ海外に行けたのかなっていう題名のさ、動画が出てきたら、そりゃ見に行くよ。私だって見に行くよ。そんなのだったら、自分がガンだったら。なんでだ？なんか分かった。しかも専門医だよ。ガン専門医が専門的、医学的見地からっていう、なぜ膵臓がん治療中に海外に行けたっていう題名だからね。
わかります？これさ、場合によっちゃさ、報告来ちゃうんじゃないか？あの内容の動画じゃ。誤解を招く内容って言って、あれだったら。結局個人差でとか言って、で、私は旅行を進めてるんですって言うんだよ。で、旅行進む、海外旅行に行くっていうのはわかるよ。うん、旅行進めるかもしれない。ただ、海外旅行に行く上で、その、行っただ行ったっていうのとか、だって20時間エコノミーで行くのと、で、私は旅行進めてるんですって言ってさ、国内旅行で東京から北海道まで1時間でさ、羽田から新千歳空港まで1時間で行けるような旅行もあればね、こうやって時差7時間で20時間やって、なおかつさ、一泊、その、着いた途端にさ、食べ歩きして、で、なおかつ夜ヘトヘトなるまでやって、で、その後、朝さ、5時起きしてさ、古城巡りします。これが2日目ですって言って。うん。で、あ、3日目か。で、その後さらにフェルメール展見に行きます。この旅行を推奨してますって言ったら、全然意味合いが違うでしょ？うん。そこまでタフになった。じゃあ何なのって気になるじゃん。何食べてたの？で、1週間さ、フォルヘリノックスで元気ウィークと元気じゃないウィークが交互に来るわけじゃないですか。で、1週間寝たきりになるって言ったわけですよね。ということは筋力が落ちるわけですよ。当然肺活量とかもずっとそういった体力が落ちるわけじゃないですか。ね、でもそれを戻すトレーニングは何だったんだかとか気になるでしょ？その解説を一切やらねえんだよ、この医師は。うん。これってさ、スパムじゃないか？これって。いいのその内容で。うん。一週間寝たきりですよ。うん。その上で、海外旅行で行ける体力をつけた食事だとか運動療法とか、それで何なのかってこと解説しないんだぜ。もう一回言いますよ。専門医が医学的見地で解説しますって言ったんだからな。このチャンネルは。うん。もうそんなの釣りじゃん。それじゃ。内容はさ、個人差があります。旅行推奨してますって。じゃ、それを信じて、こんな無理なさ、旅行プラン立てて行ってさ、海外で倒れちゃったら誰が責任取んだよ、こんなの。それは個人差なんですか？え、それ、専門医が解説しますって言って、サムネにまでやってんだよ。なぜ行けたかって言ったんだからな。じゃ、なぜ行けたかって、なぜ行けたんだよって話じゃん。水木さんだから行けたんですなんて言われたらさ、これ見た方としては、なんだよ、それって。再生数稼ぎのただのなんかスパムじゃねえかって思うよ。これ怒りぶつけられちゃうよ、こんなの。これってだから何なのって根拠何なんですかって話になってくるじゃん。うん。だから専門医がね、そういうことやってんだよ。本当にこれはダメじゃないっていうふうに思うんですけどね。で、こっからさ、またこのようなね、まあまあなこうプランだけど、そこからさらにさ、ここからあと10日ぐらいやるんだぜ。これまだ3日目だからね。ええ。なので、例えば、次の日が寝た、さすがの疲れがあったので、今日は1日ホテルで過ごしますとかさ、そういうんだったらまだわかんないですけど、多分また動くんだろうね。まだフェルメールまであるから。まだフランス編ですからね。はい。ええ。まあ、これ、あれだよね。サッカーで言ったら、まだ予選だよ、まだ。本戦にたどり着いてないんだから。決勝まで行ってないよね。予選で PK 戦やってるようなもんだよ、本当に。っていうところでね、まあかなりね、このサニージャーニーもそうなんですけど、今回その押川医師のね、ある意味ちょっと軽率なんじゃないかなと思うんだよな。まあそれちょっと感じたんですね、それは。だからもうちょっと具体的なさ、解説していただければと本当に思います。見てるんで、患者さんたちって、闘病してる人たちっていうのは、見てるんですよ。先生たちのそういった、お医者さんがね、専門医の解説とかってのは見てるんだからさ、そこは多少ちょっともうちょっと責任持って言っていただきたいなとは思いましたね。はい。というわけで、安易に信じて、何かこう、無理をね、するっていうのは、まあ、良くないんだというのがあります。で、あともう一つ、その押川先生さ、途中で言ってたんですけど、治すってつもりで治療に専念する人もいますって言って、で、ただ緩和として、旅行に行く人もいますって言ってるんでね。で、これさ、聞き方によっては、サニージャーニーが緩和ケアに行っちゃってんじゃないかっていう風に捉える人もいるんじゃないかと思います。治療に専念するために、そういった、旅行とかしないでやれる人もいますって言ってるってことは、治療専念者っている、そういうことだっていう風に思って、旅行とか、そういった、ああいう海外最後のこう、元気なうちに行けるよ、元気なうちに行っとこうみたいな人は、なんつうのかな、その抗がん剤治療とかを、忘れるために、がん治療ってことを忘れるために行くように、みたいなことを言ってるんですよ。そうすると、サニージャーニーは実は、ね、治療じゃなくて、
緩和ケアの方に入っちゃってるんじゃないかっていうふうに勘違いする人もいると思うんですよね。まあこれが勘違いかどうかというのはこれは分かんないけどね、後々のお話になってくるんで。だけどそういうふうに捉える人もいると思うんで、あの専門医が解説しますっていうことに関してはもうちょっと気をつけた方がいいんじゃないのかなというふうに改めて思ったり思わなかったり、ラジバンだりっていうところでした。はい、というわけでね、これからもちょっと見ていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ。まあ、元気だそう。